王様だーれだ。はーい、私です。僕は野呂瀬よしお、小学6年生。今日僕たちのクラスはレクリエーションで王様ゲームをすることになったんだ。それじゃあ1番と2番が服を交換よ。なんだよそれ。僕たちの先生が企画したレクリエーションだったんだけど、先生が一番ノリノリだった。王様ゲームは大学生の飲み会などで定番のレクリエーションゲームの一種だ。ランダムに決まった王様が出した命令を命じられた参加者は必ず遵守しなければならない。陰キャぼっちの僕は今まで王様ゲームなんてしたこともなかった。学校で王様ゲームなんて。王様の命令は絶対よ。さあ1番と2番早くやりなさい。僕のクラスの担任の吉門先生は独身で、日頃から合コンに行きまくっているという噂だ。先生、こんなことやってんのうちのクラスだけだぜ。いやよ、王様ゲームなんて。命令を無視したらどうなるんですか。みんなも乗り気じゃないようだった。だけど給食抜き。え、王様の命令違反はその時点で罰則、1週間給食抜きよ。はぁ、絶対王政下における王命違反は国家反逆罪で極刑もの。このレクリエーションは歴史の授業も兼ねているのよ。私は天才ね。悪天候のため本日計画されていた遠足が急遽中止になり、今朝臨時の職員会議が開かれた。担任の先生方には受け持つクラスのレクリエーションを。レクリエーションね、面倒ね。田上先生のクラスは何するか決めた？僕のクラスではフルーツバスケットをしようと思ってます。フルーツバスケット、ふーん、ありきたりね。そこで私はふと夕べの合コンを思い出した。そして1番と2番のくじを引いた池田くんと笹山さんは服を交換することになったんだ。最高じゃない。盛り上げるにはやっぱり王様ゲームよね。じゃあ次よ、王様だーれだ。そんなわけで僕たちは王様ゲームに興じることになったんだけど、21番が用務員のアントンさんに膝かっくん。最初は乗り気じゃなかったみんなも。13番が校庭10周。はぁ、次第に盛り上がっていったんだ。好きです、ごめんなさい。わあ、そして次は俺が王様のようだな。今度は松本くんが王様を引いた。そうだな、命令はよしおが。松本くんは僕を名指しして一発ギャグ。こんな命令を下したんだ。そんなの無理だよ。僕がみんなの前で一発ギャグをするなんて考えられなかった。だって僕はクラスで一番陰キャでぼっちだから。だけどそれには訳があって。可愛いわね。どこで見つけたんだよ。道端に落ちてたんだよ。ある日松本くんが怪我をしたインコを拾ってきたんだ。インコはピーちゃんと名付けられ、クラスのみんなで飼うことになったんだ。卒業までみんなで大切に育てような。だけどある日ピーちゃんが逃げてしまった。まだ怪我が治りきってないのに。他の動物に食べられちゃうぜ。今朝の餌やり当番って確かヨシオだったよな。そんなわけで自分のクラスだったけど僕にとっては完全にアウェーだった。こんな状況で何やったって受けるわけないじゃんか。命令は絶対よ、早く実行しなさい。そして僕は埴輪のモノマネ。ひどい、わざわざ僕を指名するなんて。今すぐにでも家に帰りたかった。せめて君は笑ってくれよ。僕は信じられないほど恥をかいてしまったのだ。先生のせいじゃないか。それもこれも先生の。全部こんな馬鹿げたレクリエーションを企画した先生のせいだ。僕は腹が立った。じゃあ次ね。だけど王様だーれだ。今度は僕が王様になった。
王様を引いたのは誰かしら。僕です。あら、あんたが王様なんて面白くないわね。はっ、ヨシオが王様かよ。王様の命令は絶対。僕はその言葉を思い出していた。そうだ、王様の命令は絶対遵守。普段僕の言うことなんて誰も聞いてくれないから、一生に一度のチャンスだと思ったんだ。命令って何でもいいんですよね。ええ、そうよ。さっさとしなさい。おい、早く命令しろよ。時間がもったいないわ。そして僕は王として命じた。先生が。私？わあ、なんだよ、先生名指しかよ。王様に。わあ！何よ、私に一体何をさせる気よ。土下座する。はあ、僕はそう先生に命令した。先生が王様に土下座する？どういうことだよ。なんで私があんたに土下座なんてしなきゃならないのよ。僕は説明した。王様である僕が先生に土下座をしてほしいわけよ。あの日、ピーちゃんが逃げたあの日、僕は朝一番で学校に来たんだ。餌やり当番だったから。おはよう、ピーちゃん。だけど、いない。すでにピーちゃんはカゴの中からいなくなっていた。僕が到着した時、すでにピーちゃんはいなかったんだ。そしてしばらくすると、みんなが投稿してきて。おい、なんでいないんだよ、ふざけんなよ。いないわ。ピーちゃんがいないじゃないの。でも僕は気づいていたんだ。前の日の当番が先生だってこと。きっと先生がカゴの鍵をかけ忘れたんだって直感した。いけない、もうこんな時間、早く行かないと。おい、てめえ、ピーちゃんに何かあったらどうしてくれんだよ。僕じゃない。その後みんなはその日の当番である僕を疑ったけど、先生は名乗り出ることもしなかった。それどころか、まあまあ、ヨシオくんも悪気があったわけじゃないんだし。あろうことか、僕に罪をなすりつけたんだ。そう、ピーちゃん失踪事件の犯人は僕じゃない、先生の過失だったんだよ。マジ？それが本当だとしたら最低ね。そうなのかよ先生。それは。そう、あの日私は急いでいた。合コンの約束が入っていたから。なんで今まで何も言わなかったんだよヨシオ。言ったよ。だけどみんな信じてくれなかったじゃないか。そして僕は王様として先生に正式に謝罪を要求します。そうだ、先生は謝るべきだ。クラスのペットを逃がしたのにヨシオのせいにするなんて最低。王様の命令は絶対だよな。謝罪。完全に油断してたわ。ただ盛り上げようと王様ゲームを始めただけなのに。まさかこの陰キャがこんな命令を出すとは思ってもみなかった。早くしろよ卑怯者。そしてすみませんでした。先生は僕に土下座をした。それで僕の心は随分軽くなったんだ。僕は王様になったおかげでようやく自分の冤罪の容疑を晴らすことができた。これはどういうことだ。何をやってるんだお前たちは。その時校長先生がやってきて、この馬鹿げたレクリエーションはお開きになった。悪かったよ。てっきりヨシオくんの仕業だと思っていたわ。俺もごめん。いいんだ、僕もちゃんと説明をしなかったから。さらにそれだけじゃない。おい、見つけたぞ。ピーちゃん、アントンさんがピーちゃんを見つけてきてくれたんだ。そして先生には小学生に不適切なレクリエーションをさせたとして3ヶ月の減給処分が下されたのだった。悪かったわ。これからはあなたたちにとってもう少しお手本になるような先生になるわ。それから先生も反省したみたいで、二度とおかしなレクリエーションはしなくなったのだった。